みなさんこんにちは、あおりーチャンネルです。今回は9月にゲットしたものベスト3をご紹介します。イエーイ。で、ね、9月はいろいろありましたけど、その中で選びました。じゃあ早速ご紹介していきますとですね、実はその3位がといっぱいあって3個あるんですよね。3位が3個あります。まあそこはご了承ください。はい、じゃあまず3位からご紹介していきます。3位はじゃん。そうね、ここにここですね。1個2個3個ですね。はい、こちらですね。じゃあちょっと前に出しますね。はい、こちらの3個です。これね、ラプンツェルの時計と銀金のボタンのウソっ子のねやつですね。で、これね説明し忘れてたんですけど、なんとね、ちょっと金銀ちょっとごめんね、ここ、これ、これね、実はこう下が回る、どうやって、なんでこれ下回らないんだろうと思ったんですけど、この下に電池入れるところがまたあったらしく、これで動くようになりました。本当にその時は説明し忘れててごめんなさい。はい、ラプンツェルの時計の3位にした理由は、やっぱ私ラプンツェル大好きなので本当にゲットできてよかったなと思ったのと、あのお城みたいですごい可愛かったので3位にしました。でね、あとこの金銀、これ金銀をも3位にした理由は、まあゲットするのも少し苦労したのと、まあずっと欲しかったのとね、すごい本当に銀銀もどっちともゲットできてよかったですね。本当にずっとね、このね、この銀と金とこのラプンツェルの時計はずっとここに多分飾っておくと思うので、ぜひ皆さんゲットした動画も見てみてください。あ、ご紹介動画もありますのでね、本当にすごい可愛いのと本当に嬉しい2つでしたね。これはこんな感じでした。これはまた引き続き飾っておきます。それでは2位は、じゃん、2位はこちらです。こちらはいつものゲームセンターピコのクレーンゲームでゲットしたモナオのスクイーズです。これは半分のね、モナオのスクイーズも良かったんですけど、これね、普通のフルサイズのスクイーズもすごい嬉しかったのでフルサイズ2位にしました。これパッケージも本当に似ててよ、本当に嬉しいので2位にしました。でね、中身がね、すごい可愛いんですよ。ほら、すごい可愛いんですよね。で、匂いがね、ちゃんとモナオの香りがするんですよ。なので本当に大好きです。これね、私みたいにずっとこうやってやってるとね、ちょっとひび割れちゃうので気をつけてくださいね。で、本当にすごいね、低反発なんですよね。ほら、なのですごくおすすめです。で、あの、私フルサイズを2位にしたんですけど、半分のサイズは中身が見えていますね。でもこれは中身が見えませんね。こんな感じ、すごいね、可愛いんですよ。で、ボールチェーンがついてて、ボールチェーンのところに食べられませんと書いてありますね。で、すごく可愛いので2位にしました。ゲットした動画もご紹介した動画もあるので、詳しくこの商品が知りたい方はご紹介した時の動画を見てみてください。こんな感じでした。じゃあ皆さん楽しみにしてた第1位はじゃん、こちらです。てれー、これは超ビッグなチーズケーキです。これはプレゼントでもらったスクイーズです。本当にこれは巨大っていうので、本当にこんな大きいスクイーズは持ってなかったので1位にしました。じゃあ早速中身取り出していきます。あ、そうだ、これちょうどご紹介した時にあれだった、ちょうど手怪我してたんだ、こっちが、こっちか、こっちですね。こっちも治りました。ほら、ビルビルビル、よかったですね。それはまあそれはいいとして、これですよ。本当にほら、もう真ん中までいけないですね、これ。ほら、で、ここにかじられていますね。どうしても美味しそうだったのかな。あれ、見てますよ。ほら、すごい気持ちいいんですよ。これ潰すとすごいですよ。いきますよ。見えないと思うんですけど、すいません。うわー、すごい、すごいね、気持ちいいです、これ。すごいね、気持ちいいし、匂いもすごいいい匂いなので、よかったですね。本当にこれはありがとうございます。プレゼント本当にありがとうございます。
これもまたね詳しく知りたい方はご紹介動画上げてますのでそちらをぜひ見てみてください。気持ちいいです。こんな感じでした。はい、ということで今回は9月にゲットしたものベスト3をご紹介しました。本当にねやっぱこの超ビッグのチーズケーキが嬉しかったです。本当に1位に選んで、なのでまたね10月もいろんなスクイーズとかいろんなものとかをゲットしたいなと思います。もう本当にね10月もう頑張っていろんなものをゲットしたいんですね本当に。で本当に9月にゲットしたものもいっぱいあったので選ぶのがすごい大変なんですよ。いつも何月に丸月にゲットしたものベスト3を選ぶのがもう本当に一日中迷ってるぐらい本当に迷うんですよ。いろんなものゲットできたんで、だから10月もね皆さん楽しみにしててください。で9月だけじゃなくて8月も7月も6月も5月も4月もとかいっぱいやってますのでそちらの方も見てみてください。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。そしてツイッターとあおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。